こんにちは、ザ・コーヒーショップの萩原です。今日は誰でも簡単に2杯分の美味しいアイスコーヒーが入れられるハリオ浸水式ドリッパースイッチ03サイズを使った急冷式アイスコーヒーの入れ方をご紹介します。この動画では抽出をリアルタイムでご紹介するので、タイマー代わりに使っていただけます。用意するものはお湯、コーヒー豆、スケール、サーバーと氷、グラス、攪拌用のスプーン、浸水式ドリッパースイッチ03サイズ、ペーパーフィルターです。ペーパーフィルターは V60 用の円錐型のものを用意、サイズは1から6杯用03サイズのものを使用します。抽出に使うお湯は96度のものを 400g、 コーヒー豆は中挽き程度のものを 55g 使用します。氷は急冷用にだいたい 350g 程度使用、グラスに入れる氷は別に用意しましょう。それでは抽出を始めます。まずドリッパーにリブの部分を折ったペーパーフィルターをセット、上からお湯を注ぎ湯通しを行います。次に中挽きのコーヒー 55g を量り入れ、ドリッパーを軽く揺らして粉表面を平らに整えます。次にお湯を注ぎますが、注ぎ始める前にスイッチ部分が上に上がっていることを確認しましょう。タイマーをスタートすると同時に96度のお湯をゆっくりと45秒ほど時間をかけて 400g 注ぎます。注ぎ終えたらスプーンで5回攪拌を行い、2分になるまで待ちます。時間になったらスイッチ部分を下げればアイスコーヒーの完成です。ポイントは注ぎ終えた後の攪拌です。今回のレシピでは粉の使用量が多いため、お湯を粉全体に行き渡らせ、さらに攪拌による抽出促進でより成分を取り出すことが狙いです。今回のように氷に向かってコーヒーを落として急冷するレシピの場合、ドリッパーの中のコーヒーをより濃く抽出する必要があります。挽き目を細かくして攪拌をせずに成分を取り出すこともできますが、糖化する時の目詰まりの原因となり、雑味が出てしまう原因にもなります。スプーンを使って攪拌を行うことで、すっきりとした印象ながらしっかりと風味も感じるアイスコーヒーに仕上がります。今回のレシピでは攪拌の回数を5回に設定していますが、お好みの濃さやコーヒーの焙煎度合いに応じて回数を調整するのもおすすめです。攪拌を1回減らすだけでも仕上がりに違いが出ますので、ぜひいろいろなレシピを試してみてください。さて、タイマーが2分になったらスイッチ部分を優しく押し下げて弁を開き、コーヒーの液体をサーバーへ落とします。だいたい2分半から45秒くらいで落ち切るといいですね。もしフィルターの目詰まりが起きて3分以上経っても落ち切らない場合には、途中でもドリッパーを外しましょう。最後に残った液体にはネガティブな成分が多く出てしまっているので、途中で外した方が後味に心地よい余韻が残る仕上がりになります。ドリッパーを外したらスプーンなどですぐにかき混ぜて急冷します。コーヒーを冷やすときはできるだけ短い時間で温度を下げた方が劣化のスピードが遅くなり、より美味しいアイスコーヒーが作れます。出来上がり量はだいたい 550ml くらいになります。簡単シンプルなレシピで誰でも失敗なく美味しいアイスコーヒーが入れられるハリオ浸水式ドリッパースイッチ、皆さんもぜひお試しください。お相手はザ・コーヒーショップの萩原でした。